全部丸見えね。
Thank you.
るわ。会食の時どこへ行ってたんだ？君に報告する義務はないと思うが。まさか、またどこかで本でも読んでたのか？君もいい加減生き方を変えるべきだと思うぞ。本を読むだけじゃ人は生きていけない。そうか、君のおごりで生きていく方がよほど難しいと思うぞ。君ってやつは想像に固くないぞ。どうせサーチェンのことを調べに行ってきたんだろう。あのメモを見ればわかるさ。でも意外だな、君がサーチェンの研究に興味を持つとは思わなかった。あいつのやり方は本当に気に食わない。君の、確かに君の観点も嫌いだ。でも君はサーチェンとは異なるタイプの人間だし、その観点において重なってる部分はないはずだ。利己主義と虚無は違うからな。興味なんてものは置いておくとして、サーチェンは一人の力でこれだけの規模の実験結果を残した。そこに全く意味がないわけではない。それと褒めてくれてありがとう。ただ俺は院へ行く途中というだけで、君のそういう話を聞きたかったわけじゃないんだ。おい、学者にとって理念を討論するよりも尊い話題ってなんだ。俺の知る限り、君の言う気に食わないサーチェンは、20年前に君の父親と会っていた可能性が高い。なんだって、まさか、いや、そういうことか。だからサーチェンは僕を見て懐かしさを覚えたのか。父さんが砂漠へ行ったのは、あいつの影響を受けたからだったのか。おそらく、そうだろう。冠を壊してよかったよ。これからは、こんなことももうないはずだ。知識の境界線は、遠く外へと伸びている。将来、必ず同じことを研究する人間が現れるだろう。陰論派にとって、それは合理的な研究方針だ。また君の講義が始まったのか？たとえ本当に君の言う通り、人間が知識の罠に落ちやすいとしても、必ずしもあんな風になるとは限らないだろう。それに、一部の個体と全体の行動は、必ずしも一致するものではないんだということも、君は認めなければならない。サーチェンは、極めて特別なケースだったんだ。彼を止めた君も、またそうだろう。この種の争い自体は、特別なものだが、今の時代に限ったことじゃない。君も言ったじゃないか、一部の個体だと。誰もが君のような選択をするわけじゃないと、ちゃんと分かっている。それでも、僕は自分の論点を諦めない。僕を説得しようとするな。構わない。俺たちは長いこと、こうした言い争いをしてきた。今更分かってもらえるとは期待していないさ。正しいか、間違いか、それはもう話の核心じゃなくなっているからな。教えてくれて、ありがとう。何？教えてくれてありがとうって言ったんだ。おい、聞こえてないふりをするな。わざとやってるだろ。感謝がしたいなら、普段の3倍は誠意を見せろ。さあ、もう一回だ。